写真拡大。西武日本ハム、15日メットライフドーム。日本ハムの大柏徹外野手が先制の8号ツーランを放った。2試合連続で4番 DH でスタメン出場すると、見せ場はすぐに初回2球で追い込まれながらも、本田の4球目外角高めに浮いたチェンジアップを鋭いスイングで右翼席に放り込んだ。完璧に捉えることはできましたが、札幌ドームではフェンスを越えない伊藤が先発なので、初回から援護することができてよかったですと大柏徹8本塁打は高浜と並びチームトップ。